今日は天国の言葉と地獄の言葉というテーマで皆さんと一緒に神様の御言葉を調べてみたいと思います天国が近づいている今常に天国の言葉をたくさん用いることのできる私たちになるべきだと思います神様がくださったすべての教えその御言葉の中には何が込められているのかというと皆さん韓国のことわざには 言葉についてのことわざがたくさんあるのですが、言葉は種です。種はまきさえすればどうなりますか何かを生み出し、結果を実らせるではありませんか言葉も同じです。適当に言った言葉でも、絶対になくならずに、それが種の役割をします。 それで私たちの先祖は人生の中でそのようなことを頻繁に感じたので言葉について言葉が種になるとこのような表現をよく用いたのでしょう。ですから普段から天国の言葉をたくさん使うようにする私たちになりましょう。簡単に言えばいつも神様を思って神様が繰り広げてくださる約束の世界について たくさん話すことが天国の言葉を使うことだと言えるでしょう。そして天国の言葉をうまく使う人には恨みもなく不平もありません。不満がありません。いつも感謝が溢れ、喜びが溢れ、いつも神様と共に一生懸命祈る。このような言葉が天国が本国である人々が使うべき天国の言葉だと言えるでしょう。それでは今日この瞬間からでも、 言葉を使うときには、とても注意深く言うようにしなければなりません。これは私が皆さんに申し上げるお話ではなく、神様が私たち天の民にくださった御言葉を、今日皆さんに代言しているだけです。たとえ、口が滑ったとしても、失意に満ちた言葉、失望する言葉、落胆する言葉、恨む言葉、不平を言う言葉などは一切言わないようにしましょう。 世の始めから終末を見通される神様です。私たちの人生の道のりには、必ず一度や二度の困難は登場するものではありませんか。誰にでも困難はあります。あの人は困難など経験したことなさそうだ。そう見える人でも、皆困難は経験したことがあると思って間違いないでしょう。そんな時にも神様は、 どんなな言葉を用いなさいいさと教えていらっししゃるでしょうか今日聖書の教えを通じて私たちの行く手にどんな障害物がありどんな困難が立ちはだかってもその障害物を障害物と考えず困難を困難と考えずに後日与えてくださると言われた神様の約束を見つめることができる霊的な広い視野を持つことのできる皆さんと私になれることを願います。 マタイによる福音書12章36節を一緒に見てみましょう。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても、すべて裁きの日にはどうなると言いましたか責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされると言われました。言葉に対する責任は、 必ずその言葉を言った当人が終わねばならないということです。私たちは自分たちの未来がわかりません。しかしキリストは私たちの未来をご存知で、あらかじめこの問題について言及され、説明していらっしゃいます。どんなことがあっても、神様がくださった御言葉と反対のことを言わないようにしましょう。ヨハネによる福音書12章46節を見てみましょう。 私を信じる者が誰も暗闇の中に留まることのないように私は光として世に来た私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者のを裁かない私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある私の語った言葉が終わりの日にその者のを どうすると言いましたか裁くなぜなら私は自分勝手に語ったのではなく私をお使わしになった父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである父の命令は永遠の命であることを私は知っているだから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのであると言われましたイエス様も 2000年前この地に来られて言葉に関するとても重要な内容を私たちに伝えてくださいました人が私の言葉を守らなかったことについては終わりの日その裁きの日に全てその結果が現れるとこのように教えてくださいました私たちの福音の中で言葉は本当に重要ですところで人間の言葉も重要ですが神様の御言葉はもっと重要ではありませんか 神様がくださった御言葉が文字になっていたり、時には私たちにとても楽な雰囲気で御言葉を語ってくださったとしても、だからといって御言葉を軽んじたり、それに注意を払わない私たちとなってはいけないでしょう。言葉はとても重要です。なので、天の民が使う言葉について、いつもよく考えてみなければなりません。それで神様が、どうしなさいと言われましたか 私は神様の子供だと、このことだけを自慢するのではなく、心の中に何を満たすべきでしょうか。信仰の油を満たさなければならないでしょう。変の民らしくなっていける要素を、心の中に満たしていかなければなりません。世の中の誰が見ても、あの人たちは何かが違う。この世の人のようには見えない。どうしてあんなに明るくて輝いた顔をしているのかな。このような言葉が、 人々の口から自然に出てくるような姿になるべきです。私たちは神様から教えを受け、神様の御言葉を重んじ、神様の御言葉を永遠の命と考えている者たちです。それなら天の父と母から学んだことをその通り述べることのできる私たちになるべきでしょう。アメリカ人は赤ちゃんでも英語が本当に上手ですよね。どうしてでしょうか 私たちは中学校、高校、大学と10年以上勉強してもあまりできないのに。なぜそこではうまく話せるのでしょうかどうしてですかお父さんお母さんから教わった言葉をその通り毎日使っているからです。私たちは遠く離れた国に住んでいるので使う機会がありますかあまりありません。 使わないので、十年経っても言葉が出てこないと、もどかしい思いをします。私たち天国の言葉も同じです。神様がくださった御言葉を、私たちは毎日使えるようになるべきですし、神様の御心に従っていけるように必ずなるべきでしょう。エベソの神と言の手紙4章を開いてみます。4章26節を見ると、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。 悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切、どうしなさいと言いましたか悪い言葉を一切口にしてはなりませんというのは言ってはいけないということではありませんかこれは神様が私たちにくださった命令であり、せつけです。イエス様は、父の御言葉は、 永遠の命であることを私は知っているとおっしゃいました。私たちも同じようにならなければなりません。私たちは毎日、天の父と母の見言葉を繰り返し、反芻しましょう。そうしてこそ、天国の言葉を早く学ぶことができます。外国では子供たちがまだ幼いのに、英語がとても上手です。理由は、お父さんお母さんの言葉を毎日繰り返して言うからです。反復するでしょう。 私たちも天国の言葉を学ぶためには天の父と母がくださった御言葉を毎日反芻して始めてうまく使えるようになるでしょう10年学んでも20年学んでも天国の言葉が使えず実践できない人は神様のすべての教えを反芻せず毎日心に留めていないからだと思われますエペソの信徒への手紙4章29節をもう一度確認してみましょう 悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのにどんな言葉を語りなさいと言いましたか役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は精霊により、あがないの日に対して保障されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒にどうしなさいと言いましたか すべて捨てなさい。もう私たちが天国に行く日が近いので、悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように、許し合いなさいと言われました。なので、誰を見習うべきでしょうか5章一節まで見てみましょう。あなた方は神に愛されている子供ですから、誰に習うものとなりなさいと言いましたかはい、そうです。 今日私たちが天国の言葉を学ぼうと言っているそのわけは、神様に習うものとなるためなのです。天国はもう目前だと言いながら、何の準備もせず、ともし火だけ持って花婿が来られるその日をただ待っているだけの私たちとなってはいけません。この地での誠の罪人としての悔い改めをなしてから、故郷への道を歩んでいくべきではないでしょうか。 ヤコブの手紙一章、二十六節を見てみましょう。自分は信心深いものだと思っても、舌を制することができず、自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味です。と言いました。舌を制するとはどういう意味ですか話すときに気をつけてほしいということです。どなたの教えですか 聖書はすべて神様の霊の導きのもとに預言者たちが記録した内容です手紙であっても預言であっても歴史書であっても紙篇であってもどんな種類のものであろうとこのすべてのものは神様に動かされて記録されたものなのですなのに聖霊がこのような教えをくださる時に軽く聞き流してこれは単に良い人になりなさいという教訓なんだな 安息日杉越祭は徹底的に守るべき起きてだけど、こんなことは軽く考えてもいいじゃないか。皆さん66巻の聖書の中には、私たちが軽んじてもいい神様の御言葉はただの一節もありません。全て重要です。世の始めから週末を見通していらっしゃる神様が、将来永遠な天国の故郷に私たちが帰られて帰るその日。 なぜそのような見言葉をくださったのか、その時にははっきりと分かるようになるでしょう。なぜこのように行動すべきで、このような言葉遣いをすべきで、こうしなさいと教えてくださったのか、ヤコブの手紙3章です。2節を見ると、私たちはみなたびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。言葉で過ちを犯さないないら その人は完全だと言いました。皆さん、永遠の天国、故郷へ行くとき、神様が完全であられるように、あなた方もどうしなさいと言われましたか完全なものとなりなさいと言われました。では今日、完全になるということを考えるとしたら、私たちはどんなことから始めるべきでしょうかまず私たちの舌を制して、言うべき言葉なのか、言ってはいけない言葉なのか、しっかり判断できなければいけないでしょう。口から出ていけば、 これが何になると言いましたか種になって、その瞬間から育ち始めます。悪い言葉を口にすれば、悪い気が育つことになり、善良で良い言葉を口にすれば、良い気が育つようになるでしょう。今日皆さんと私は、天国の言葉と地獄の言葉があるということも必ず知って、どんな種を私たちの口から発して、地球全体を 神様の国に完全に変えていくようにするのか。この時間、一度考えてみることができればと思います。コリントの神徒への手紙に九章六節を見てみましょう。つまりこういうことです。おしんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不祥不祥ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさいと言われました。この地上に言葉という種を植えているとすると、 ある人は神様の御言葉を植えるために、またある人は神様の御言葉ではなく世の言葉だけをたくさん植えている人もいます。今日私たちが話すこの言葉は一つの種なので、果たして私たちは日々どんな種を地球全体に植えるのか、ぜひ一度考えてみることにしましょう。モーセが一言言い間違えて、カナの土地に入れなかったという話はご存知ですよね。民粛記二十章を見ると、 神様がその判定を下されました。40年間イスラエルの民をエジプトから導き出し、父と密の流れるカナンの地まで行くために、どれだけ多くの苦労をしましたか。モーセが神様を敬わなかったわけでもありません。しかし彼がカナンの地を踏むことができない、最大の要因となったのはまさに言葉でした。たった一言の言葉でした。民数記20章を一度調べてみましょう。 今日のこのような内容を教訓にして常に私たちは神様に栄光を期し感謝を捧げ救ってくださった神様の恵みを喜ぶことができるようになるべきでしょう20章10節を見るとそしてモーセとアロンは改宗を岩の前に集めていった反逆する者だよ聞けこの岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか この岩を打てば水が出るというのは神様がそうできるようにしてくださったことですが、モーセはここで自分たちが民のために水を出すと言っています。一瞬下を制することができずに。十一節です。モーセが手を上げその杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので共同体も家畜も飲んだ。主はモーセとアロンに向かって言われた。 あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえ、あなたたちはこの回収を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。これがメリバの水であって、イスラエルの人々が主と争ったところであり、主がご自分の聖なることを示されたところであると言われました。あんなに多くの苦労をしたモーセも、一瞬口を滑らせてしまって、 言葉というものはカットして言ってしまうこともあり理性を失って感情的な言葉を口にしてしまうこともありますしかしその全ては何になると言いましたか全て種になります天国に帰る日がだんだん迫ってきている時間の中で私たちは生きていますならば 天の父に地球を見下ろしたとき、あなたは毎日神様に栄光だけ期していたと言われるようにしましょう。聖書66巻の中で、毎日のように栄光を期した人は誰ですかダビデです。彼が日々神様に栄光を期した内容が、詩編を見ると一辺からびっしりと書き綴られています。神様だけが私の要塞で、私の盾で、苦難の時に私を守ってくれる鳥の塔で、 暗い道を行くときは光となり、灯火となってくださり、危険が迫るときは私を守ってくださる羊飼いになってくださり、城塞になってくださる。いつもこのようにして、神様に栄光を期し、感謝と賛美を毎日のようにダビデが捧げたという記録を見ることができます。ですから神様が私の心にふさわしいもの、私の心にかなうものとおっしゃいました。 神様は信仰に役立つ言葉を言いなさいと、エベソの信徒への手紙4章でも言われました。ヤコブの手紙1章では、舌を制せよとおっしゃり、ヤコブの手紙3章では、言葉で過ちを犯さない人は完全な人だと言えると、ここまで言ってくださいました。そしてコリントの信徒への手紙2、9章では、 何でも撒いたものを刈り取ることになる。惜しまず豊かに巻く人は刈り入れも豊かで、惜しんでわずかしか種をまかないものは刈り入れもわずかだ。それでは、この地上に天国の言葉を多く残せる私たちになるべきではないでしょうか。モーセとアロンが残念なことに、結局カナンに入れなくなった最大の要因が、イスラエルの民と争いながら、あまりにも激怒して、感情を抑えられずに、 言ってしまった、その一言のせいでした。神様がそれをお聞きになり、本当に心を痛められました。言葉というのは、これほど、カナンに入れるようにもすれば、入れないようにもする。非常に大きな力を持っているということを、決して忘れないようお願いいたします。ルカによる福音書23章39節を一緒に見てみましょう。 十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った、イエス様を罵っています。この犯罪人は、イエス様を罵れば、その群衆たちと仲間になって、何か自分に利益があるだろうと思い、その群衆たちに同調して、イエス様に暴言を吐きました。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。 するともう一人の方がまた他の右側にいた強盗がたしなめた。お前は神をも恐れないのか同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。人類史上、この強盗ほど本当に 言葉を上手に用いた人はいませんでした。地獄に行く運命を、この短い一言で天国に行く人になれたのですから、世の中でこれ以上大きな祝福と幸運をつかんだ人がいるでしょうか。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った43節です。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたとあります。 強盗が安息日を守りましたか杉越さを守りましたか神様がその瞬間、特別措置法としてですね、歴代のいかなる人の言葉よりも、最も恵み深く美しい言葉を言った人が、イエス様の十字架の右側にいた強盗ではないかと思います。過去3,500年前のモーセの時代にも、父と密の流れるカナンの地を偵察して帰ってきた時 言葉を上手に用いた人がいました。誰でしたかヨシアとカレブという二人がいました。残りの人々はただおののきながらおじけづきました。しかしヨシアとカレブは神様の約束をまず信じました。私たちが信仰生活をするときに常にまず思い浮かべるべきことは何ですかある状況に出くわしたらその状況に目を向けるのではなく、まず誰を考えるべきですか どんな時もまず神様を考えなければなりません。神様は地球というこの大きな星を作られることも、なくすこともできる権威と能力をお持ちなのに。私たちが信じている神様は、そんな神様なのに、あのエリコの街一つくらい大したことはないと考えられる私たちになるべきでしょう。私たちにはそんな能力がないとしても、神様には不可能なことはないということを信じなければなりません。 ヨシアとカレブは、そんな信仰を持って、神に訴えましたが、他の人々はどうでしたか神様のことは全く頭から除外してしまい、彼らが見てきた自分たちの感覚だけで、自分たちの能力だけで判断したので、到底かなわない難攻不落の城と言ったのです。当然彼らはそんなことを言うしかありませんでした。しかし、ヨシアとカレブは違いました。 私たちはいつもこのような信仰のある言葉を言いましょう。信仰の中で口にするすべての言葉は、常にまずは神様のことを考えて、それから私たちがどんな言葉を言うべきかを考えて、口にするようにしなければなりません。神様を排除してしまい、自分の能力で何かをすると考えるから、エリコが難攻不落のように見えるのです。ヨシアとカレブは神様をまず最初に考えました。 全宇宙を創造され、人類の命と呼吸を司どられ、山も海も野もあらゆる動物もすべて作られた神様なのに、あの襟古城を私たちに与えると約束されたから必ず下さるはずだと絶対的に信じて言ったヨシアの有名な言葉がありますね。何ですか 彼らは我々の餌食に過ぎない。全く大したことないという意味です。粗末で、取るに足りない城だ。どんな目で見るからですか神様が約束された約束の目で見るから何でもありません。このようなヨシアの言葉やカレブの言葉、またノアについてもよくご存知ではありませんかノアはどうしましたか あの巨大な箱船を作りなさいと仰せになった時、当時の人々の造船技術では容易に成し遂げられるものではありませんでした。ですが、ノアが神様を恨んだ。一行でも書いてありますか感謝の気持ちで、神様の仰せになった見言葉をその通り果たしました。今日皆さんと私は、神様からいただいた天国の言葉、右側の強盗のように、 神様を感動させる言葉。ヨシアとカレブのように彼らは我々の餌食に過ぎないというような神様を感動させる言葉を私たちが言えなければなりません。だから神様がヨシアとカレブ以外にはカナンの地に入る者が誰もいないだろうと言われました。過去のこのような前例をどうして作っておかれたのですか今日この瞬間からでも 私たちは皆神様に対する言葉の重要性を改めて深く認識し、何をするにしても神様が共にいらっしゃるので、私たちの福音はどうですか全てうまくいきます。マタイによる福音書24章には何と書いてありますか三国のこの福音は間違いなくどこまで述べ伝えられるのですか全世界に述べ伝えられる。誰がおっしゃいましたか 主エホバなる私が時が来たれば速やかに行う時が来たれば小さい者も,も千人となり最も弱い者も,も強大な国となる過去はたとえ小さなものであっても未来はどうなると言いましたか非常に大きくなるはずだ恐れることはない私があなたを助けるすべて神様が助けてくださってすることなのにその宮沢すべて成し遂げられるべきでしょうお母様も必ずやればできると このように教えてくださり、ダメなところはしないからダメなんだという教えをくださったので、私たちの周りに未だに神様を知らず、神様の見心を知らないゆえにさまよっている魂がいれば、その魂の心にも、見言葉の種を必ずまいてあげる皆さんに必ずなってくださるようお願いいたします。マタイによる福音書24章もう一つだけ見ましょう。13節から見てみます。 しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして、御国のこの福音は、あらゆる民への証として、全世界に述べ伝えられる。それから、終わりが来る。神様がこんな御言葉をくださいました。私たちはここで、アーメンという心で、真実なる神様の御言葉であることを、しっかり心の中に刻み込み、御言葉の種を、サマリアと地の果てまで、すべて伝えることのできる、私たちになればと思います。 世の中の言葉をたくさんまくよりも、神様の御言葉をより多く熱心にまく、霊的に美しい神様の福音の働き手になられるようお願いしながら、今日の御言葉はこれで終わりにいたします。ありがとうございました